カナダのバンクーバーに行っていまして、4日ほど動画を休んでしまいました。申し訳ありませんでした。今日は水曜日にできなかった生放送を夜8時半からやりたいと思います。いつものように YouTube ニコ生フレッシュ等でやっていますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄に貼っておきます。あともう一つ告知しておきたいのが、来週23日火曜日朝8時から虎ノ門ニュースに出ます。こちらもぜひご覧いただければと思いますね。さて今日の本題、今年は消費税の増税、これ控えていますけれども、虎ノ門ニュースに自民党の萩生田光一幹事長代行が、出演して、景気の指標次第では延期もあり得ると言及しました。さらにその場合信を問うということも述べていますから、選挙にも含みを持たせていますよね。萩生田氏はその後に個人の見解としつつも、まあ、安倍総理と近い存在ですから、まあ、だからこそ意味があるということです。これについてはニュースでもかなり取り上げられましたが、まあ、ぜひね延期してくれ。それにしても腹立ちますよね。国民には増税を仕掛けておいて、まあ、政治家とか官僚とかって結構無駄なことやるじゃないですか。それでいて全然何も責任取らないっていうね。例えば朝日新聞が報じたこれ、本当腹立ちますよ。マイナンバー制度とハローワークの事業をつなぐ中間サーバーを厚生労働省職業安定局が約80億円かけて整備しながら、その利用率が最大想定の 0.1% にとどまっていることが分かった。同局は設計時にサーバーの利用を最大で月約308万件かっこ雇用保険に関する紹介120万件、自治体への情報提供108万件、日本年金機構への情報提供33万件などと想定。それに見合う容量のサーバーと関連整備に17年度までの3年間で計約80億円かけ、17年7月に稼働させた。ところが今年1月までの利用は月平均2580件にとどまり、ピーク時の18年9月でも3551件だった。本当バカじゃないのとしか言いようがありません。このサーバーは1時間に最大8万8000件を処理できるということのようなんですが、実際はピークで600件未満。8万8000ってさ、そんな動画サイトでもあるまいし、いらんでしょ。そして維持費が年間10億円かかるそうです。正気の沙汰じゃないね。これは野党の要請を受けて判明しました。そして報じた朝日新聞もよくやったと称えたい。これを指摘された厚労省は件数を増やしますとしていますけども、これ件数無理やり増やしても意味ないですからね。こういうのっていくら無駄遣いしても誰も責任取らないから危機感すらないでしょう。てめえの金じゃないと思ってデタラメな使い方してんじゃねえぞと私は言いたいですね。国民の納めた税金を一体何だと思っているのか。もう統計もめちゃくちゃだしさ、もう文書も改ざんすんなと。民間企業ならもう確実に首、まあ、もしくはかなりの責任を取らされる事案でしょう。もういい加減にしてほしい。官僚も入れ替えるようにしないと危機感も生まれませんよね。というかちょっとこう民間企業でさ、もう強制的に民間企業に行って勉強してくるようなね感じにしないと感覚が養えないんじゃないでしょうか。さあ今日は冒頭にも言ったように生放送をやりますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄に貼っておきます。